ウィレム・ヤンセンは、オランダ内名編出身のサッカー選手。FC ユートレヒト所属。ポジションはディフェンダー。ウク46でキャリアをスタートさせ、その後、BBB フェンローの下部組織に移り、2004から05シーズンにデビューした。ローダ JC に移籍するまで、公式戦109試合に出場し、17得点を記録した。2007年7月1日。 ローダ JC に移籍した。加入当初はエルベ海防ヒ場の控えであったが、シーズン中にスタメンの座を奪った。このシーズン、ローダは KNVB カップの決勝に進み、ヤンセンも決勝に出場したが、フェーノールとに0から2で敗れた。2010年11月、2010から11シーズンから FC、2エンテに加入することが発表された。 2010年10月31日、アヤックスとのヨハン・クライフス・ハールでデビューし、1から0での勝利に貢献した。6日後、UEFA ヨーロッパリーグ FC バスルイ戦では、UEFA 大会デビューも果たした。2013から14シーズンの冬、2ンテで定位置を失ったため、FC ユトレヒトにレンタルで加入した。シーズン終了後、ユトレヒトが、ヤンセンの獲得を発表した。 2014から15シーズンからチームのキャプテンを務める。ありがとうございます。